Okay, it's okay. Face. やった。みんな本気出してきたな。Great, nice. でも、sorry, no thank you. いやこれは悩むな。Discount? How much? これではダメですか。おはようございます。無職旅です。2024年5月22日、ウズベキスタンのサマルカンドのドミトリーに泊まりました。時刻は7時12分。朝食8時からのはずなんですけど、今日もう皆さん食べ終わってどっか行っちゃうんですよね。特別早くしてもらったのかな。まあ僕もこれから食べます。今日の朝食です。タイミング的にこれは全部僕のものみたいです。たくさんありますね。いただきます。ごちそうさまでした。そして壁に無職旅ステッカーも貼らせていただきました。いやー、もっと早く出るつもりだったけど結構ゆっくりしちゃったな。7時53分チェックアウトして荷物を預けて今日の活動開始です。ここ数日と比べると今朝はほんのり暖かいですね。そんなに涼しさは感じないです。ちょうどいいぐらいになりました。僕は今日夜の列車でタシケントに行くので、サマルカントに残された時間も1日弱となります。だから急いであちこち観光しなきゃです。レギスタン広場もまだ入ってないですからね。という状況なんですけど、まずはねちょっと離れた町に行くんです。乗り合いタクシー乗り場もうちょっと先だね。レギスタン広場を西に進みます。このお鍋は昨日の夜食べたとこですね。プロフのお鍋。地図の場所よりちょっと過ぎてるんですけど、人がたくさん立ってるからここら辺な気がするぞ。ウルグッド。バザールガム。ヤンギバザール。You speak English? Yes. You where are going? ウルグッド。バザール。Let's go. Come on in. バザール。Let's go. ヤンギバザール。Let's go. Yes, yes, yes. How much? 50,000. いや、50,000じゃない。This one. 50,000. それは高い。Let's go. それは高い。This one. My friend.8時10分、無事に見つかって値段も良かったしで乗り込んだんですけど、あと3人来るまで出発しないからどれぐらい待つのかな。ちなみにヤンデックス GO のアプリで車手配しても10万スムぐらいだったりしますと思ったら意外と早かった。8時18分にサマルカンドの街中出発です。赤い花がたくさん咲いてますけど、これは茶畑だそうです。で、茶葉は1キロで10ドルだそうです。着いたのかな。意外と早かった。サマルカンドから40分ぐらいでした。9時2分ウルグッドのバザール到着です。バザールは2つあって、町外れのヤンギバザールっていう方が目当てだったんですけど、まあまあ多分ここがそうでしょうね。主に週末やってる市場なんですけど、水曜日も小規模でやってるそうです。火曜日はさらに小規模でやってるそうです。で、今日は水曜日なわけですけど、これ小規模なのかな。普通にやってるように見えますね。僕は主にスザニを探しに来たんですけど、落ち着いて買い物したいのでまずはトイレ寄ります。3000スムか、有料だ。では散策スタート。飲み物も売ってたり、あそこは銀行もありますね。しかも24時間営業か。これは助かります。たくさん買い物したくなっても安心です。あとね、日本人がっていうか僕がなのかな。ここら辺の人に顔つきが近いっていうこともあるみたいで、それであんまり声かけられないっていうのもあるかもですね。ここが市場のメインの入り口かな。おお。いきなりなんとか、あ、それも食べた酸っぱいやつ。
食べ物売ってます。雰囲気で大体伝わると思いますけど、観光客向けではありません。観光客は来てもいい場所だけど、でも地元の人向けの市場ですので、品揃えとか雰囲気がかなりガチになっております。多分これがメインストリートだと思うんですけど、いや違うかな。まあ、ともかく一番奥にスザニエリアがあるらしいので、まずはそこに向かいます。売り場に着くまでにちょっとスザニの予習をしておきたいんですけど、ここら辺風味の刺繍がしてある布のことです。かつては女性が嫁ぐとき、嫁入り道具としてたくさんスザニを持って行ったりっていう、そういうとっても大切なものでもあります。僕も存在はしてたんですよ。以前も買ったことあるし、単にエキゾチックな感じの可愛い絵柄の布かなぐらいに思ってたんですけど、漫画の音嫁語り見たら、いやそういうことじゃなくてすごく大切な布なんだよってことが分かったので、それでわざわざ市場来ちゃうぐらいスザニ欲が高まってたりします。ある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 、それらしきエリアに到着でございます。はい、サラマレイコム、こんにちは。まあ、ちょっと先見てきます。ハロー。ハロー。サラマレイコム。あ、いっぱいあるし。はい。ルッキン、あ、レイター。レイター。一回りしてきます。で、勧誘がすごくて、もみくちゃにされると聞いてましたが、そうでもないですね。のんびり営業されてます。ああ、鮮やかですね。いいですね。まあ、仕入れに来たわけじゃないしね。だから目利きができる必要はないです。自分が気に入ったものを買えばいいわけですから。とはいえ、相場もわからないし、若干緊張はしております。あ、フィニッシュって言ってたけど、確かに、ここら辺もスザニエリアとはちょっと変わってきた気がします。では、引き返します。絨毯は確か別なんですよね。大きいのはテーブルクロス的なものだと思います。はい。熱心に呼ばれて、まあ買うかどうかはともかく見ていきましょう。はい。じゃあお邪魔します。サラームアレイコン。こういう人の絵柄とかもあるんだ。うん、ウルグッドがいいです。あ、そうやって巻くのね。カマル、ああ、ベルト的な。でもそれはちょっと日本では使いづらいです。これはラカイ、デクラリションハウス。ハウス、うん、ハウス。あ、これはランチョンマット的な。例えば、This one how much? $10 1500円ぐらい。まあでも、グラナットデザイン。グラナットブハラ。ヘッメンブハラデザイングラナット。街ごとにデザインが違うってことですね。これがウルグッド。ウルグッチャイ。うん、ウルグッチャイ。ウルグッあ、なるほどね。シンボル的なのが違うんだ。ブハラデザイン。ブハラはザクラ。ザクラ。ああ、はい。ブハラザクラ。なるほどね。これサマルカンド？あ、サマルカンドか。花みたいな感じですね。はい、ありがとう。いっぱい見せてくれる。ブハラ。で、これがね、10ドルってさっき言ってたんですけど、まあ大体ネットで調べた情報と合うっていうか、まあ少し値切れるかもだけど、大体そんなぐらいですかね。これちょっと大きな布なんですけど、30ドルだそうです。あ、もっと大きい。これはハマチ？50ドル。なんか面積的に言うと若干割安感がある気が。ブハラ、はい、すいません、ありがとう、また来ます。最初の店だし決められなくて買わなかったんですけど、特に強引に商売されることもなく、ありがとうと言って送り出してくれました。まあ、何店舗か見て回りましょう。こんにちは、はい、アサラムアレイコム。あ、品揃えはまたちょっと違いますね、雰囲気が。これブハラ、ブハラデザイン。
$40. これこっちは how much？ 50。どの店もだいたい似てますね。あ、安くしてくれるの、はい。でもちょっと待って考える。あ、ラクダがいっぱい書いてあってかわいい。やべえ、やべえ、これこれ欲しいな。これ how much？ how much？ 100。 100ドルか。100ドルだけどかわいいなこれ。$100、はい、だから100。手触りもいいというか立体的で、これ手作業だとしたら100ドルは超安いと思う。うん、100ドルじゃ作れないよこんなもん。でも使い道がとか悩んでる。ちょっと待ってください。アクションカバーのです、はい。バッグ、ああ、バッグ。15は、これはいい。はい。はい。ありがとう。で、一生懸命、あ、これはブハラね。はい。ちょっと、どっちの人と会話したらいいか。かわいい。また回ってきます。あ、皆さんとっても、ほがらか。お姉さんから、どうぞ、写真、撮ってってって言われたんで入ってみます。ああ、柄が面白い。やっぱりお店ごとにだいぶ雰囲気違いますね。あ、アクセサリーもある。へえ、あ、そういうのはちょっと今のとこは。そのちっちゃい人形が3ドル4ドルぐらいだって言ってました。ブハラのお土産物屋さんで買ったのそれぐらいの値段だったんで、だから今値段提示してくれてるのもまあ大体妥当な金額最初からいてくれてるのかなと思いました。あ、隣先見ていく。アッサラマレイコン。アッサラマレイコン。これは巾着バッグで。あ、うん。これは、こういうの欲しい。はい。これは、ハマッチ ?15。15ドル。15ね。これはタジキスタンのチャックがついたバッグですね。25。あ、やっぱ、結構いい値段ではございますね。味わい深いけど購入確定には至らず。すいません、また回ってきます。 Thank you. ラフマット。ラフマット。なんとなく相場は分かってきました。こっち、はい。ここは細長い布が多いです。アサラマレイコン。結局一通りお店を見て回る流れだな。今までの流れだとこれ100ドルぐらいなんだよな。この大きさは。$250。ああ、250か。シルク。いやー、でも、うん、これはパッと見見事だし、250もあるね。ちょっと一旦戻りましょう。どうも。最後にカバン見ていこうかな。25? これマシンは $10。ああ、マシンで作ったのはやっぱ安いね。図柄が揃いすぎてて綺麗なんだけど、うん、やっぱりこっちの方が味わいあるなと思います。で、あとそこで、なんか体験教室もできるみたいで、今日、日本のテレビが来るって言ってました。あ、それは、これはね、150だな、きっと。ハマチザと。150。あ、うん、わかるようになった。ぴったりだ。うわ、これは、個人的にめちゃめちゃ好き。How much is that? $100。手縫いか。いや、ちょっと悩むな。使い道が難しい。はい、Thank you. ラフマット。そんな感じで30分、40分、スザニエリア見てきたんですけど、だいたいわかりました。ちょっと作戦検討してから、また買いに行きましょう。市場の西側に食堂街あるみたいなので、そこでチャイでもしながら作戦検討します。あ、食べ物の写真が見えた。あった、フードコート。美味しそうだけどまだお腹は減ってない。飲み物だけいただきたい。食堂に入ってペプシだけいただきます。ちょっと休憩して
あとまあいろいろネットで調べたりしてからまた買い物戻りましょう。はい。ヤポンにせ。ヤポン。ヤポン。ジャパン。休憩終わりで席を立ったんですけど、すごいプロフ美味しそう。でもまだだ。買い物したらまた来ます。結構ゆっくりしてたな。10時36分。またスザニーエリアに向かいます。こういう旅先でのショッピングって後悔するポイントいくつかあるんですよ。例えばいいなと思って買ったけどよく考えたらそうでもなかったとか、あと値段高かったなとか、まあ、いろいろあるんですけど、でもそんなことよりもね、ぶっちぎりで大きいのは、ああ買えばよかったっていう後悔ですよ。なのであんまり細かいことは気にしないで100万スムぐらいできれば買いたいな。本当ね、あの時もっと買えばよかったなっていう後悔だけはどうにもなりませんからね。気合い入れていきましょう。どっちか分かんなくなっちゃった。影の向きを見て判断しなきゃ。10時40分、再びやってまいりました。スザニエリア。全体がどんな感じとかはさっき撮りましたので、今回は一旦カメラしまいます。買い物に集中したいので。では皆さんまた後ほど。10, 10, 8, 8, total 36, 35, okay, 400, 44, my business good price, not too much, not that guy. Now, 1, 2, 3, 4 there. Yes. Yes, I will pay. So, one more item, please. あ、じゃあこれは？これは？ OK, it's okay. Please. やった。Thank you. ラフマット。ありがとう。ありがとう。これらを買うことにしました。機械で刺繍したやつだけど、10ドル。で、これは手縫いので10ドル。で、8ドル、8ドル、5ドル。で、あ、プレゼント。あ、Thank you. ラフマット。で、全部で、41ドルかな ?52 万か3万スムぐらいのを50万スムにしてもらいました。雰囲気からしてね、もともとちゃんとした値段で売ってるから、そんなに値引き幅大きくならないという印象を受けました。なので、まあそういう面でもね、納得というか、いい買い物できたと思います。まあ支払いこれからですけどね。ありがとう。ラフマット。ラフマット、Thank you。ラフマット。いや、今、買い物したとこだから。ちょっと待ってよ。はい、買い物を終えて出てきたけど、いいの出してきてくれた。40ドルか。いや、明らかにクオリティ高いね。でも、ごめんなさい。とりあえず50万スム使いました。お財布の中身が半分なくなりました。もう買い物というよりは、お金を使うことが目的になっているところあるんですけど、でも、あと50万スムぐらい買いたい。さっきより活気すごくなったね。朝に比べてエンジンかけてきたのか、僕は買い物袋を持ってるせいか。はいはい。皆さん、やる気ですね。わあ。かなり皆さんやる気になってきました。まあ自分のペースで見ていきます。撮影しなければ気持ちに余裕もできるし。撮影一旦やめるって言ったけど、どうぞ撮ってくださいって言われたから撮ります。そうなんだよ。いいものいっぱいあるんだよね。はい。撮影しないっていう選択肢も撮れないのか。はい。アンティークだから撮ってって言われました。あ、ごめんなさい。みんな本気出してきたな。あ、sorry. No, no thanks. わ、でかいね。すごいでかい。あ、great, nice. でも、sorry, no, no thank you. Sorry. ごめんなさい。いや、ラクダのいいんだけどな。100ドルは出せないな。ラクダかわいいんだけど。はい。おぉ。すごいな。はい。あ、ごめんなさい。それは、いらない。いや、これは悩むな。はい。はい。ちょっと待って。はい、見てるよ。見てるよ。はい。ああ、いいサイズだ。それでラクダがあったらいいな。
これ20ドルですって、随分安くなって、もしかして盛り上がってきてみんなやっと価格競争始まった。僕はさっき急いでちょっと高く買っちゃったかしら。旦那様と奥様ですね。こういうイラストの面白いんだけどな。これでラクダのあったら欲しいんだけど。ラクダのあのスモー、スモー。スモールヨーダ、もうスモール、イエス、もうスモール。いやだからちっちゃいしか反映してないじゃん。ラクダのちっちゃいのがいいの。これディスカウント？ How much? How much you? Eight. Okay, last price is 12. 12. これでこれで。Use me よ。What? これではダメですか？OK 200,000 Open business. はい。One open business. はい。This is. Thank you. あれ。Okay. じゃあちょっと待ってね。これ写真を撮りたい。だから結局いいねの半分ぐらいになりましたね。はい。どうもじゃあそれください。これでどうにかなりませんか。これじゃダメ。$10。はい。Thank you. 安い。はい。で今はね。元値も安いなと思ったんですけど、さらに半額ぐらいになったんで、最初のお店はちょっと高く買っちゃったかもしれない。まあいいんだよ。はい。あ、ごめんなさい。ちょっと待って。はい。その後何店舗か回ってるんですけど、このお母さんとこが一番安いんじゃないって気がしてきた。もう一回来たよ。また来たよ。はい。ちょっと待ってね。ちょっと待って、いやちょっと自分で選ぶ。このカバン買いました。最初15ドルだったんですけど、最終的に10ドル弱になりました。はい。そこから下はね、結構粘ったけど下げてくれなかったから、多分これ10ドルは、うん、適正価格だと思います。はい。あの、いついかなる状況でも宣伝してくる熱心さ。はい、どうも。はい、どうも。ああ、かわいいな。50だ、もういいっす。はい。70万スムぐらい買ったし、まあ十分です、これで。はい。すいません、あの、ペン、でももう、I finish, sorry. もう、手にバッグも持っちゃってるし、はい。買い物終了です。結局、よくわかんない。あ、バイ。Thank you. はい、あ、どうも。値引きできるお店とできないお店があって、結局適正価格がどれくらいかよく分かんなかったんだけど、まあ、買い物の経験も含めて楽しめたし、すごくいい買い物できたと思います。はい。Thank you. ラフマート。さよなら。僕がもう帰るのもみんな理解してくれたようだ。そうでもないか。はい。はい。あ、でも、いいんです。さよなら。今は単にいいもの買ったなっていう感じなんですけど、これで街中でもっと高いの見たりしたら、さらに、ああ、いい買い物だったな、安かったんだなっていう喜びも出てくるんじゃないかなと思います。では、もうサマルカンド帰っちゃってもいいんですけど、せっかくなのでさっきの食堂をもう一回行って、お昼食べてから移動しましょう。しかしこの市場大きいですね。スザニーに全力投球しちゃったんで余力残ってないんですけど、他のものたちもいろいろ見て回りたいところでした。多分面白いものもね、いっぱい見つかるでしょうし。11時25分、さっきの食堂を戻ってきたので、あの大鍋のプロフいただこうと思います。いや、本当プロフ好き。プロフばっかり食べててもいい感じ。他のもいそうだけど、うわー、いいよねこれね。来ました。ペプシはさっき買ったやつです。お姉さんに見られてる。どうも。プロフは25,000スムでした。やっぱりこういうところだから、これが本当のご当地価格だと思います。今まで食べたのとまた雰囲気が違いますね。お肉ちょっと多めかな。
あとサラダとタルタルソースみたいなのもついてきました。美味しそうです。ではいただきます。言うまでもないと思いますけど、もちろん美味しいです。ほんのり甘い炊き込みご飯なんですけど、今回のはね、若干醤油風味感じました。実際に醤油は入ってないと思うんですけど、うん、なんかね、それに近い香りとか味がする気がします。ご飯は若干芯が残ってて固めに炊いてあるんですけど、そのしっかりした食感がまた美味しいなと思います。お肉は柔らかいです。なんかね、安定した美味しさっていうか、安心した美味しさっていうか、毎日食べたくなるような、そういう味でございます。このサラダも美味しいですね。きゅうりだけじゃなくて、そこに細かく切ったパセリなのかな、香草みたいなのがかかってて、あとソースはタルタルとまではいかないんですけど、濃厚なマヨネーズっていう感じです。こういう市場の食堂で地元の人に混じりながら続きをいただきます。Thank you. ごちそうさまでした。ああ、シャシリクもたくさん焼かれて美味しそうだ。おお、すげえなこのうちわが旗みたいで面白いさて、スザには当然姉からの指令でもあったわけなんですけど、 LINE で報告したらもう十分だと言ってくれたので、まあ、それもあってそろそろサマルカンドに戻ろうかと思います。っていうか、本当は午前中に戻ろうと思ってたんですけど、この市場が面白くてつい長居しちゃってるという状況です。ぬいぐるみね、ハグちゃんいたら危なかった。でっかくても買った可能性あるから。ここら辺は布ゾーンだ。スザニーとは違うけど鮮やかで綺麗ですね。あれあれ、今市場の門出たんですけど、はい、ハロこんなじゃなかったよね、来た時ね。すごいことになってる。朝早い方が賑やかなかかなと思ったけど、そうでもないですね。っていうか、少なくとも今日に限って言うと10時頃よりも12時頃の方が賑やかです。こんなのなかったよ、屋根なんて。パンなんだ、たくさん並んでる。テカテカしてる。直射日光大丈夫なんですね。結構日持ちするらしいですしこっちもこんなじゃなかったよね。午後になるとお店が減っていって、14時ぐらいになるとひっそりするみたいなことを書いてあったんですけど、本当かな、それとも曜日によって違うのかなすごい賑わってます。今気づいたんですけど、市場のこっち側の大きな建物、これもショッピングセンターだったんですね。上は駐車場か。盛り上がってきたし、いろいろエネルギッシュでもっと痛いんだけど、サマルカンド戻りましょう。夜の列車でタシケント行かなきゃいけないしね。っていうか、そうそうそう、急がなきゃ。サマルカンドで見学するところもいっぱいある、残ってる。レギスタン広場とかね。市場の端にも銀行ありました。 ATM だけで窓口はなさそうですね。調べたところ両替所もあるっぽいんですけど、僕は見つけることができませんでした。で、ここをたくさん車がいるし、この雰囲気は乗り合いの番ですね。これでサマルカンドまで戻ります。サマルカンド行くって言ったら大声でおじさん呼んでくれました。走らなくていいんだよサマルカンド、サマルカンド、レギスタン、わかんない。これ、はい、まあ、これ乗り合いだったら安いでしょう。12時28分乗り合い番に入りました。僕の他に2人乗ってるんですけど、もう2人か3人集まるまで待つんですね、きっとね。はい、待ちます。そうなんですよ、もう乗ってから40分も待ってるんですよお姉さんが番を出ていきました。
おそらくいくらなんでも遅すぎるといい加減に出発しろって怒りに行くんだと思います。13時42分、やっと出発です。乗り込んでから1時間10分も待ちました。皆さんも特に動揺したり怒ったりしてる様子もないし、まあこんなもんなんでしょう。あの大きな建物がさっきまでいたバザールですね。その駐車場というか、はい、また1時間ぐらいかけてサマルカンドに戻ります。14時38分、ウルグットから1時間弱でサマルカンドに戻ってきました。いよいよレギスタン広場に入りましょう。わー、やっぱり見え方全然違いますね。でかい、偉大です。すごい、えらいこっちゃんですわこれ。ひー、サマルカンドブルーはどれですかって聞いて、これだって言うから買いました。